木、佐古大輔は、地方競馬の高知競馬場所属の長教師、元騎手である。勝負服の柄は銅赤、白十字出すき、袖赤、白縦じま。笠松時代は銅緑、白星散らし、袖赤。千葉県出身、身長150センチメートル、体重45キログラム、血液型 A 型。地方競馬教養センター騎手家庭第77期生。 同じ高知競馬場所属の元騎手、森井美川妻。2003年3月31日付で、地方競馬騎手免許を取得し、笠松競馬場、後藤保津急車からデビュー。同年4月2日、第1回笠松競馬1日目第3競争ラ系3歳3組、条件選球番人気トゥーザイオンで、初騎乗。同年4月24日、 第2回笠松競馬2日目第1競争ラ系3歳7組条件戦をティアリン・ロココで優勝し初勝利。2007年9月9日から12月8日まで高知競馬場で田中守る級者所属として期間限定起場を行った。同年9月24日第9回高知競馬4日目第6競争 E 級異常件戦を 名称フォンテで優勝し、7戦目で、高知競馬での初勝利を挙げた。その後期間を2008年3月31日まで延長したが、さらに延長を重ね結局10月14日付で、正式に移籍した。2009年2月1日第17回高知競馬4日目、第10競争第6回黒潮スプリンターズカップを6番。 人気マリスブラッシュで優勝し、重賞発生派。同年7月7日同じ高知競馬場の騎手である、森井美香と入籍したことが発表された。地方通算成績は2723,124勝2着218回3着234回、勝率4.6%、連帯率12.6%第77期騎手候補生。 終了式地方競馬情報サイト平成14年度、第4回平地競争調教師、騎手免許試験新規合格者発表地方、競馬情報サイト笠松の目、佐古大輔機種、騎手、高知で、期間限定機場 -netkeiba.com 天才チンパンジー四国上陸。川本博士たち騎手公式ブログみっちゃんみちみち、笠松の目、佐古大輔機種、騎手、高知で、 初勝利ダッシュ NETKEIBA.com ハットメ、サコ大輔騎手機種高知での期間限定起場を延長ダッシュ NETKEIBA.com ハットメサコ大輔騎手機種移籍笠松競馬ハットメサコ大輔騎手機種高知競馬に移籍笠松競馬ハットメサコ大輔騎手機種高知競馬へ移籍高知競馬ニュースメサコ大輔騎手機種 高知競馬遺跡紹介式、デジカメレポート目、佐古大輔の一大決心マイナス目、佐古大輔の一大決心、佐藤智則騎手公式ブログクラブとも第6回、黒潮スプリンターズカップ結果。高知競馬、ニュース黒潮スプリンターズ C、マリスブラッシュが連覇ダッシュ NETKEIBA.com ハット目、佐古大輔騎手、重傷発生派井上オークスの、実力。 夜サコイナイター、七夕入籍に高知競馬ニュース。ありがとうございます。